が進み、街は変貌を遂げつつある。そんな一角に渦中のビルはある。 TSK ビル、周囲と比べその暗さは異彩を放つ。館内に陣取る一人の男、政界と闇社会に太いパイプを持ち黒幕と目される人物、聴導員大角氏。あ、はい、なぜ彼はここに？いろんな方々、債権者その他の方々の攻撃に対して、この私がこのビルを守ると。黒幕が守るというビル、その数奇な歴史は30年以上前に遡る。昭和48年、 TSK ビルは六本木交差点からほど近い一等地に誕生した。天井に掲げられた TSKCCC の文字はビルを所有する東亜総合企業セレブリティチョイスクラブを意味する。1100坪の土地に建てられたビルは地上7階、地下2階。贅沢の粋を集めたこのビルには各界の著名人がオープニングレセプションに招かれ花を添えた。ね、この上庭になってるんですよ。その庭はまだ、何しろここオープンした時ですね、渋谷の駅からここまで渋滞ですよ。もうオープンで、もう大臣だなんだかんだ、いろんなもう芸能人だとかいろいろ来ましたからね。相当華やかだった。大変なもんですよ。1階だけでも飲食店やスポーツジム、病院や美容院のほか、東亜総合企業の事務所が同居。ビルは複雑に入り組み、迷宮のようになっていた。華やかさはまた影を宿す。オーナーである東亜総合企業の社長、町井久幸氏は、関東全域に勢力を広げた暴力団統制会を立ち上げた人物だ。そして町井氏の相談役を務めていたのは、政財界きっての黒幕、児玉義雄氏。昭和の裏社会に君臨した二人の牙城でもあった TSK ビル。二人の死後、事態は風雲急を告げる。これはここです。この、これがまた複雑回帰。この建物の中の壁があります。こっからあれは全部、ものになってます。競売にかけられてます。かけられてます。こっちはね、左側は大丈夫。こっちは大丈夫です。建設費など500億円を超える銀行からの負債を返済できず、全ての土地、そして建物の半分が競売にかけられたのだ。この事態に入居している店主らは管理組合を結成、時には暴力団が立ち退きを求めて乗り込んできたという。そこで組合の顧問として聴導員氏が登場する。一触即発のパニック状態の中でしたから、だから私が行って、難しい問題については私が解決するということで参加したわけです。建物の中はどうなっているのか、管理組合の宮永氏に案内してもらった。この通路は大丈夫なんですか？この通路は大丈夫です。こっちは大丈夫です。こっちから、このシャッターから向こうは競売です。窓の少ない室内は昼間でも暗い。この壺は何ですか、宮永さん？これすごい壺ですよ、骨董品。鍵が閉まってますね。扉は鎖で厳重に閉ざされている。これは裁判所のあれ。よし、これが元厨房だったんです。キャラバンサライの洋食の台所です。かつて高級フランス料理店として名を馳せた店も、その面影はない。それこそ津田の夢の跡ですよ、これ。ここから向こうも耐えれないようになっています。この突き当たりは競売に入っています。全ての建物は
通路でつながっているため、競売部分は塞がれて立ち入ることができない。竣工から30年、主を失ったビルは、その機能を半分失った。競売を免れた箇所では、数店舗が今も営業を続けている。妖艶な雰囲気は、六本木の今を伝える。競売にかけられたのは、なぜ半分だけなのか。当時の東和企業が発注して、そして、金額は数十億円で発注したんでしょうが、完成した段階においても、工事代金は一銭も払わないと。で、ビルは30年間使ったんだけれども、結局一銭も建設会社には金が入らなかった。オープンの際、TSK ビルは以前からあったビルに増築する形でもう半分が建てられた。だが、代金が未払いのため、新たに建てられた箇所は登記されなかった。つまり法律上は存在しないビルであり、競売されなかったのだ。ではなぜ、30年以上も未登記の状態が続いたのか。結局相手が暴力団であり、なおかつ、子供一緒であるという。取り立てれば、長い方がいいのか短い方がいいのかと。長いものは日本刀だ、短いものはピストルだと。そして去年、登記済みの建物半分と全ての土地が落札された。その額は252億円。背景には、今都心で起きている空前の再開発ブームがある。TSK ビル近くに建設中で、来月下旬にオープンする東京ミッドタウン。東京駅周辺の丸の内など、景気回復を受け、各所で大型の再開発が進む。間違いなく買い手市場になっていると、高い値段がどん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 ついて信じられない。そうですね、1年前とはもう全然比較にならないぐらい上がっているという。バブル崩壊以降下落し続けてきた地価はこの2年上昇に転じている。実際の取引価格は数倍の勢いで高騰しているという。地元業者によると TSK ビル周辺の土地は去年一坪850万円だったのが、今では1500万円程度になっているという。つまり1100坪で170億円の価値がある。しかし、権利関係の複雑さから、これまで競売されなかったのだ。落札したのは有限会社 A 社、資本金は300万円。250億円余りの資金はどこから調達したのか。よく外資、特にファンドだとかそういったことで、特定目的会社、いわゆるその目的のためだけに設立する場合があって、特にそういう場合に300万円 でなおかつ有限会社でというパターンは非常に多いんですね。登記簿には海外の会社が名を連ね、外資の存在も見え隠れする。我々は A 社の所在地を訪ねた。都内のマンションの一室、表札も出ていない。カメラを回さないことを条件に、A 社の社長から話を聞くことができた。我々は法令遵守でやっています。詳細については係争中なのでお答えできません。資金の出所についても、今はお話できません。A 社は落札されていない建物を使用する管理組合に立ち退きを求める裁判を起こしているのだ。組合側は建物を使用する権利を主張し対立している。さらに今月に入り、事態はより複雑になる。相当坪数の未登記の土地があるということ。新たな土地の争いの問題について、十分こちらも事実を掌握しておかないといけない。敷地の中央にあるおよそ40坪の庭、
この土地の所有権を主張する者が現れ、A 社を訴えたのだ。事態は長期化の様相を呈してきた。落札した会社は、まあ、いち早く、まあ、商品として仕上げて、まあ、売却して、まあ、転売の利益を得ようということが普通ですから、いくらで和解が成立するとかという推移を、まあ、お互いに見守りながら、まあ、訴訟が進んでいくっていうことが、まあ、一番普通に考えられること。かつての不夜城は暗い歴史を背負い再開発を拒んでいる。巨額の富を生み出すこの地を手に入れるのは一体誰なのか。